ルーカス・オルドネス・マルティン・イコール・エスペランサは、スペイン・マドリード出身のレーシングドライバー。レースゲームのチャンピオンの中から、現実のレーサーを育成しようという、GT アカデミーという企画から、レーシングドライバーとしてデビューした、異色の経歴を持つ。オルドネスは、幼少の時にレーシングカートを始めたが、資金的負担が厳しいことを理由に2001年を、 最後にモータースポーツの世界を離れ、学生としての生活を送っていた。2008年5月、欧州日産とソニーコンピュータエンターテインメントヨーロッパは、プレイステーション3のレースゲームグランツーリスモ5プロローグを使って GT アカデミーというプロジェクトを開始した。レースゲームプレイヤーの中から、現実のレーサーとしての才能を持つものを発掘する。 ことを目的とし、ヨーロッパ12カ国から約2万5000人が参加した、この大会で、オルドネスは、オンラインの予選を突破しスペイン代表の座を勝ち取った。その後各国の代表者が、一堂に会した、シルバーストンでの最終選考会で、オルドネスは、ドイツのタクシードライバー、ラルス・シュロンマーと共に勝者に輝いた。 カートでのわずかなレース経験しかなく、ブランク期間も長いオルドネッスは、その後4ヶ月間にわたって、本格的なトレーニングを受けることになった。2009年1月、ドバイで開催された24時間耐久レースで、本格的な実戦デビューを果たした。元 F1 ドライバーのジョニー・ハーバートら3人とチームを組んで出場したオルドネッスは、フェアレディ Z を仮クラス9位で完走を果たした。 同シーズンの T4 ヨーロッパカップでに、アレックス・バンカムと組み、フェアレディゼットで、フル参戦することになった。シリーズデビュー戦となった、開幕戦シルバーストンの第2レースで、オルドネスたちは3位表彰台に立つ活躍を見せた。第5戦ゾルダーの第1レースで、初優勝を果たす。最終戦アルガルベの第2レースでも優勝を記録し、 デビューシーズンにシリーズランキング2位に入る快挙を果たした。2013年には、スーパー GT ジャフグランプリ GT300 レース2で、デビューを果たす。予選は5番手につけるものの、決勝では、タイヤのトラブルにより、順位を落とす結果となった。2014年は、GT300 クラスの NDDP レーシングウィズ B、MAX にて、星野和樹とコンビを組む。 シーズン序盤から安定した、速さを見せ、上位進出するなど活躍をする。そして第7戦のタイで悲願の初優勝を果たした。2015年は、ミハエル・クルムが、FIA 世界耐久選手権用の車両開発を優先するため、クルム欠場時の代理として、GT500 クラスに昇格。コンドーレーシングで、佐々木大輝とコンビを組む。 また、全日本 F3 選手権にもフル参戦する。全日本フォーミュラ3選手権、インターコンチネンタル、ルマンカップルマンシリーズ FIA 世界、耐久選手権、ルマン24時間レースブランパン GT シリーズ、耐久カップ FIAGT シリーズスーパー GT、スパフランコルシャン24時間レースニュルブルクリンク24時間レースルーカス、オルドネス公式ウェブサイト。ありがとうございます。